ジャンナトゥルバキー墓地は、ヒジャーツ地方のマディーナにある、イスラーム世界最古かつ最も有名な墓地である。預言者モスクの南東に隣接し、バキーウルガルカドの呼び名でも知られる。預言者、ムハンマドの親類演者や教諭が多く眠る場所である。特にシーア派が、重要視するファーティマ、ハサン、サッチャード、バーキル、サーディクの墓がある。 かつては、ユダヤ教徒の墓地が隣接していたが、ウマイヤ朝のカリフが、ユダヤ教徒墓地側にあったウスマーンの墓を、ムスリム墓地に取り込むために、教会の壁を取り壊し、ジャンナトゥルバキー墓地を拡張した。ウマイヤ家がウスマーンの墓の上に、クッパを建てたのをきっかけに、墓地には霊廟建築が林立するようになった。ジャンナトゥルバキー墓地は、中世から19世紀に至るまで、 全世界の8返りのムスリムが必ずも出る場所になり、イブンジュバイルやイブンバトゥータをはじめ、当墓地の訪問体験を記述する旅行機は数多い。19世紀に入ると、アラビア半島にはシーアハイマームやスーフィー聖者の霊廟を偶像崇拝につながるものとして嫌うワッハーブ派が台頭した。ジャンナ・トゥルバキー墓地の霊廟建築や墓標は、 ワッハーブ派による徹底的な破壊にさらされ、以後21世紀現在に至るまで墓地にはカブルと呼ばれる墓穴しか残されていない。ジャンナトゥルバキー墓地の取り扱いをめぐっては、ワッハーブ派と同盟を組んで、両生徒の支配権を得たサウジアラビア王国とシア派、イランとの対立の争点の一つにもなっている。ガルカドの木、ジャンナトゥルバキー墓地は、ハディースでは、 あるベッキーあるガーカドと呼ばれており、もともとは単にあるベッキーと呼ばれた場所であった。あるベッキーは植物が根を生やすところを意味し、ガーカドが有志低木を意味することから、ムハンマドブン・アブドゥル・ラーフがヤスリブに移住してきた当時、バキーにはリシアム勝負・ショーブかナイトレアラや列サが生い茂っていたのではないかと考えられている。後の時代になると、 その、楽園を意味するジャンナが付加されて呼ばれるようになった。記録によると、ムハンマドの移住当時、バキーの東には、夏目屋支援があり西に、家々が立ち並んでいた。バキーは町に近く、ウマイや長期に、ユダヤ人墓地の敷地を取り込んでいることから、歴史学では、ムハンマドらのヤスリブへのヒジュライゼンからバキーは、公共墓地であったと考えられている。一方で、 ムスリムにはバキーを始めて、墓地としてしたのは預言者ムハンマドであると信じられている。最初の埋葬者については、アンサールとムハージルーンの間で伝承に相違がある。しかし、少なくとも、ムハージルーンの一人、ウスマーン、ブンマズーンが最初の一人であることには、争いがない。ヒジュラ歴三年シャーバーン月3日、アビシニアへの避難にも参加した、サイコさんのサファーバ、ウスマーンが亡くなった。 ムハンマドはバキーに生えていた木を何本か抜かせて墓を作り、そこにウスマーンを埋葬した。アンサールの伝承では、ヒジュラゴマもなくの頃、預言者モスクを建てている時に、アンサールのアサード、ブンザラーラという人物が亡くなったため、ムハンマドがアサードの維持二人からバキーの土地を購入し、そこを墓地にすることとした、とされる。 アンサール側の伝承ではバキーに葬られた最初の人物がこのアサードである。また、ヒジュラ歴2年、ムハンマドがバドルへの遠征を行っている間には、娘のルカイヤが亡くなり、バキーに埋葬された。破壊される前のジャンナトゥルバキー墓地を預言者モスクの高いところから写した写真第三代政党カリフのウズマーン・ブンアフファーンの埋葬場所はバキーの隣にあった。 ユダヤ人墓地の中であったが、後のウマイヤ朝カリフ、ムアーウィアブンアビースフヤーンは、ユダヤ人墓地とバキーの間にある壁を取り除き、ユダヤ人墓地の敷地をバキー墓地の敷地に組み入れた。これには、ウスマーンを商用する意図があったものと考えられている。ウスマーンは、ウマイヤ家出身であった。その後のウマイヤ朝カリフは、ウスマーンの墓の上にクッパと呼ばれるドームを建てた。こうして、 バキー墓地には、生前からまたは、没後にも数形を集める人物の墓の上に、クッパーが林立するようになった。ジャンナトゥルバキー墓地には、多くの巡礼者、旅行者が訪れるようになった。ウマルブンジュバイルは、リフラに次のように書いている。バキー墓地は、マディーナの町の東に位置し、バキーモンという門をくぐって入る。 門から入ってすぐ左に見える墓は、預言者のおばさんのサフィーヤの墓である。その後ろには、マディーナのイマーム、マーリクブンアナスの墓が見える。彼の墓の上には小さなクッパが立っている。19世紀初め、ナジドに起こったワフハーブ派は、サウード家と名役を結び、メッカとメディーナの支配権を握った。そして、彼らの心情に従って、 数多くの宗教施設や霊病を壊し始めた。1925年、サウード家のアブドゥルアズイーズ・ブンサウードは、カーディ・アブドル・ラーブン・ブライヒードに、ジャンナトゥル・バキー墓地の破壊を合法とするふとバを出させて、破壊に正式な許可を出した。ワッフーブ派の新都民兵は、1925年4月21日、水曜日に破壊を実行に移した。ワフブ派の破壊ぶりは、 どんな簡素な破壊しでも壊すという徹底的なものであった。ジャンナ・トゥルバキー墓地は、クッパ建築も、内装飾りも何もかもが破壊され、持ち去られた。ワッハーブ派の破壊行為が行われていたちょうどその頃、エルドン・ラッターというイスラーム教に改宗したイギリス人がメッカを巡礼していた。ラッターはワッハーブ派の破壊行為を目撃し、英語で記録を残している。 彼によると破壊は地震のようであったという。破壊直後の様子をラッターは次のように伝えている墓地の全域にわたって目に入るものは何もない。わずかに形のはっきりしない土くれと石の盛り上がり、木片や鉄の棒、石のブロックがあるだけだった。破壊された漆喰やレンガのかけらがそこかしこにばらまかれていた。21世紀現在の墓地前景。 パフラビー・アサイランは、ジャンナ・トゥルバキー墓地の再建を目的として、たびたび調査をしたが、こうした、再建自体が墓地への2回目の破壊行為になると、非難する意見もあった。イスラーム革命後のイランとシーア派は、墓地が破壊されたシャウアルズキ丘を、ヨーメガムと呼び、お記念日とした。サウード・王家とアフハーブ派は、批判を無視し続けていたが、母病建設の残骸を取り除き、 歩道を設置するなど状況は改善されつつある。しかしながら、墓地には、カブルと呼ばれる墓穴があるのみであり、荒涼としている。以下に、ジャンナトゥルバキーに眠る、人々の名前の一部を挙げる。ムハンマドの娘、ファーティマの埋葬場所は、ルカイアと、ザイナブの隣であると解説される場合もあるが、イランのシーア派には、不明あるいは、本人の意向により詳しい場所は明らかにされていないと。 される。なお、ムハンマド自身の埋葬場所は、アーイ社の家である。アーイ社の家は、ウマイヤ朝のワリード一世による預言者モスクの拡張の際、敷地の中に取り込まれた。シーア派の4位イマーム病。ありがとうございます。